はい、今回はね、前と同じになりますけども、木村屋のくるみ&チーズですね。バニラ風味のくるみパンで、クリームチーズの風味に包んだということで、こちらでございます。前はクリームだけをちょっと味わってみましたけど、今度はチーズも味わってみます。いただきます。うん。それこそくるみくるみよっていう感じでね。くるみの味わいと、これこんなにチーズが、このチーズの甘みが素敵じゃないと思うんですけど、まあチーズとね、くるみとチーズ、なかなかいいですね。これはコストコからね、取り寄せてくるもので、金曜日ぐらいコストコから取り寄せるものらしいんだけども、まあ木曜日か、取り寄せるらしいんだけど、なかなか美味しいです。やっぱり知ってる人は知ってて、コストコ取り寄せてるのはあそこの店だっていうのを知ってる人は知ってるんで、もうすぐ売り切れちゃうから、すぐ売り切れちゃうね。だから、非常に大変な交渉がいいという感じなんですが、まあね、この美味しさと、くるみのチーズの味、まあ大体コストコなんで値段ちょっと高めで1800円ぐらいかな、なんしますか。他のやつだと2000円近くしたりとかするものもあるんですが、まあ味わいとしてはいい味だなと思います。さすがはコストコと、こんな感じで、なんだろう、この木村のやつはパンがでかい。こうしたことになったら。それがいいんですよ。んで、ジューシーだから、これで800円ぐらいするけど、まあ十分元を取れるだろうね、通常の大きさからしたら。なので、なかなかのいい、木村屋の味で、くるみの味もほんのりとやっぱり効いてるし。このチーズの味がなかなかいいなという感じがいいですね。どうなんだろう。